なんか無料だな、3年分に帰りたな、ここに。もうか、ここがこうなってる、ここがこういうやつ。アイドもアイドもすごいね。あ、そういうこれ、ね、これがね、あれか、西村か。なかなかひどいんですけど、そういうサッカーゴールだった。その前は、そういうのなんです、そういう作品しか読まなかった。で、田中ひどい人を知って、初めてその純文だったら、視聴者その方に興味があった。じゃあじゃあ。あ、これ湘南新宿ライン？あ、じゃあ、これの東京ライン。ああ。いやー。なんかこれ西村健太がいたとこか。そう。ああ。あ、名前書いてる。おお、なんか無料だな、3年分に帰りたな、ここに。そうか、西村健太が死んだ。あ、これ駅じゃん。あ、駅駅、ここから降りてことあるよ、俺。ここだ、これこれ。品地？あ、ここか。あれ、こっち、これ、お食事どころ。あ、こっち、どっち、そば屋か。いや、そう、外見上かな。ああ、行きましょう。あ、西村健太、何、前が死んだ、ホテル写真撮るか、後で来るかなった、ここに撮っとこう、ちょっとガグ、あ、3人撮るか、2人撮ろう。西村健太と、おい、背の字ね、背の字。ああ、ね、いいね。ほんでね、西村健太の小説は信濃の家でしょ、信濃の家おという名前でしょ。あるわ、本当だ。どこ行く？こっちで？こっちでか。うん。これどうする？エビフライ、カツドラム。これとこれよ。ビールとカレーですよ。いきなり。ええー。お前どうする？飲み物。飲み物。すいません。すいません。何かと嫌なんだよ。ここら辺で置いて。ここですか？うん。ここですか？こっち行こう。何しようかいな。いいだろ、瓶で、あの、俺もほんなら飲むの？飲ま、あの、グラスもらって飲む。すいません、瓶ビールください。ビール、はい。グラス2つもらって、そう、グラス2つでください。このかな、おいしさな、ほんとに。そうか、ここにいつもおったって言うたら、本人が。あ、なに、それも普通に、普通に、何、実物が。うん。あ、そう。はい、任せください。はい、準備料ね。はい、あとカレーの、あ、あの、油揚げのせるやつあります。厚揚げの上のせる。厚揚げ焼き、厚揚げのカレーのせる。カレーかけ、はい、はい、それで行こう。あ、サインクです。西村が飲んでた、食ってた、それ。マジか。あ、そのカレー？うん。あ、そう。おお。で、ここで作業を覚えたけどね。これだ。これ。よいしょ。うん、本当だ。どこの席だ？どこだろう。ここやねえな。ここやねえかな。ここやねえな。あ、あれか、あ、これか、の、やっぱり人間笑顔じゃないといけんな。まさか死ぬかは分かったから、死ぬかは、これだから本人も分かってねえよ。分かったね。どこだろう、ここだな、この辺だな。ここがこうなってる、ここがこういうやつだ。だから多分あそこだね。あ、今鉄になってるけど、ここが、今あの本読んでる人が、 あれまさにクイックレッシュ飲んでじゃないここで石原慎太郎がさ、ものすごく貧乏をしてるっていうのを大好きで、貧乏いいでしょ、貧乏商品かな、ほぼなんだよ、してねえんだよ。ちょっとさ、自分も若い頃ちょっと苦労したからさ、あの時代の苦労がやっぱりいいよねみたいなこと言ってるけど、僕はもう昔貧乏したから本当に共感っていうのかな、懐かしいのと楽しいのとで慣れしたんですけどね。ただね、この間彼に言ったんですよね。この人はね、僕期待したからね、受賞したらね、急にお金持ちになっちゃったんで受賞後第一作ってつまんねえんだ。でも彼に言ったんだよ。これはちょっとよう見ながら、でもないね、今のこれはあれだね、写真撮るもん、これ。
供養、供養だ。この作品があるだね、あったかいの講座だね。これ出てくる？お、出てこない。あ、出てこんからかな。でもあれだね、サインすらねえな。え？サインがない。ねえ。ねえ、最後の。確かにお前いたそうだけどさ、うん、アクサラシを持ってたから結構女の子らしいからだろうな。俺も見ながらよ、アクサラシの特権にあやがれがってたから。僕ぐらいちょっと芥川賞の恩恵を受けた作家はここ10年では一番じゃないかと思ってます。はい、どうしたっけ。これはあ、くるくる巻きだ。そうだ、これだな。くるくる巻き取っとこう。あ、じゃあ、取ったら、前よ。はい。はい、くるくる巻き。はい。うん。な。はい、どうも。はい、どうも。おー、すごいね。あ、そういうか。これが何？あれか。西村か。レトロの匂いだろ。ん？レトロの匂いだろ。レトロ？レトロの彼だろ。おう。すげえな、これ。これ、厚揚げ。珍しいね。うん。駅伝車の続きなの。うん。相変わらずいつもなんだね。西村の内容は、いつものくだらん話だけど、うん、だけど、一個、西村健太君はね、自分が出来合いと作家がおるんだから、うん、2人おるんだから、結果的には藤沢聖堂という作家を好きになって、うん、その人は墓の隣に墓地区で文通に入ったんだから、うんうん、でその前に田中秀光というのが、うん、そういう作家がおるんだから、うん、そういう人に出会いの話じゃない、うん、でもあるある、うん、ある、ある、その前は推理作品、推理作品しか読んなかった。で、田中秀光を知って、初めてその純文学から小説の方に興味を持った。何、あの、あれが出てくるの、大学で彼女作った本。この本は、関東お前が取った本だよ。うん、あー、もう一個の方か。あれは、郵便局、それ郵便局、うん、郵便局のちょっと後で出てくる。でもさ、やがてはここの話も書くつもりだったよ。もう出てくるよ、この話。あ、まあ、出てくる。だから、いや、お前に渡した話だけがって出てくるんだろうな、これは。でもさ、芥川賞を取った後のも出てくるんじゃない、話書くんじゃないか。ミュージシャンがさ、あれ持ってなって歌詞が書けなくなるって一緒だよ。俺、ある音楽のディレクターが、音楽事務所の社長と話すことがあって、言ったのが、ミュージシャン売れて、社長が車を買い与えたりね、いいとこ住ましたり、それが一番ダメなんですよ。だんだんやったらもう電車でね、やっぱり通わなきゃいけないと、車なんか持ってるのかないと。すいません、マコロネさんだからね、はい、あと赤ウインナー、はい、いいね、マカロニサラダ赤ウインナー。嘘、親父がでもお前のことをさ、うん、ひどいじゃない、与田君は元気にとるなって言って。おう、元気な、いつも元気元気っての覚えてるか俺。そうだろ、おう、いいじゃん、無駄よ、そうだよ、お前、俺もスーパーライト、俺ラークマイルド、おう、はい、だから一気にさ、ゼロにしちゃダメ。おう、なんかもうそんなんじゃおやんわけよ、結局それでモテてさ、満足するかだよ。例えばすげえいい女と付き合ってもさ、俺のどこを見て好きになったんだと、結局そこがさ、なけりゃ満足せんじゃん。その決定的な、例えば顔がええから好きだって言われても納得せんのよ、お前は多分。じゃあお前が一番本書いて、あんたの性格も顔も嫌いだけど、あんたの書く本は好きだと、それが一番だよ。まあそうだね、もう俺の全身全霊をかけたこの区域列車を好きでいてくれるという。まあ分からない、西村の場合分からないの、それも金やと思うよ。西村の作品を見てすごく感動した反面、思ったのは完全にあの、ね、化けたことだ。もうあの自分でこんな自分よりもその上のやつがおったのは早い。